ことが。はい、どうもハビネスターグのハビネスです。今回想定実況がまた今年2021年にスタートしました。今回第1回目の、戦いはラプター軍隊を打破せよということでね、妨害エクシマス要塞から始まり、救出強化された属性攻撃体制、摩擦強化された物理攻撃体制とすごいいっぱい詰まってますが、今回攻略した様子はこんな感じになります。はい、木製のね、妨害エクシマス要塞なんですけれども、まあ言ってもレベル50代のエクシマスで、かつまあ木製の敵強いですけれども、そんなに苦労する感じでもないっていう、まあ予想というか、まあそれが分かってるんで見越してる部分もあったんですけれども、一応ね、ソーティーの第1回目は俺の中ではフレーム最強認定のレベナントでちょっと行こうと、ずっと何が来てもそう行こうと決めてたので、なまずこれで行ったんですけれども、エネルギーサイフォンつけて、パワードリフトがシークレッツとかインテンシビーとかつけて、威力を169に持って、でストリームラインつけて、ストレッチ、オーガーメッセージ、プライムドコンティニティ、プライムドフローバイタリティと、まあ基本的にバランスよく上げてはいるんですが、効果時間とね、威力を上げることによって、この1番敵をね操るアビリティをちょっと重点的に今回は使っていきたかったかなという感じです。一応効果時間が52秒、まあ長いですよね。この2番のね防御、自分のダメージをね攻撃食らっても反射してガードするよってやつなので、これがチャージ数が10、まあそんなに高い方、10ってそんなに高い方じゃないと思うんですけど、威力がそんなに、盛られてないのでね、まあ今回は防衛メイン、殲滅そこそこみたいなステージだったので、要するにナリファイヤーがバーって来てコンソールをいじるときにきちんと網羅できてればっていうところだったので、敵の殲滅はするんだけど、そこの銃でも勝手にちょっと戦っといてって言って、自分に、降りかかる攻撃の的をねちょっとそらしながら、ナリファイだけ、安全な、見つけたらすぐね安全な体勢で撃てるようにということで、2番も張るは、自分の的もそらして勝手に戦ってもらうわで、本当にクリアの進捗をね滞りなく進める。まあ結局パーッと来て、あのコンソールいじられちゃうのはいじられちゃうだろうなっていうのもあるので、まあそういうのも見越した上でね、サクサクっと倒せるようにバザプライムで打ち抜いて倒していくと。まあ4番使ってね、一気にちょっと邪魔なんでみんな出てもらっていいですかみたいな感じで排除することも最後にやったんですけども、まあそれも自体も可能なので、まあ結構ねレベナントはコーパス勢に対してもグリニア勢に対してもどの勢力に対しても結構有利に働くフレームなので、まあ今回のエキシマス要塞も、まあ、非常に簡単にね殲滅と防衛を兼ねながらクリアできたかなという感じです。で2つ目の、ルアー救出、いきなりね年始早々ルアー来やがったって思ったけどまあ一応ここに関してはアイバラで行きましたね。でいつもだったら、先日出した動画のいつもだったら時短、効果時間を、削減したアイバラとか運用するところなんですけど、救出ミッションに関しては効果時間が伸びてる方が全然いいので、まあ効果時間が伸びてるおかげで道中にねいた敵も殲滅できたし、救出する際に、その救出対象の姿を隠しながら一緒に脱出ミッションに仲良く手つなぎながら行くみたいなこともできたので、まあ本当に安定した状態でクリアできたかなと思います。で今回ヘルミンスをね、ヘルミンスシステムを活用した想定っていうのが俺に自身の中ではやっぱり新鮮な感じで、それで実況動画を撮るっていうのは、ルアーは結構その防衛対象がどこにいるか分かんない、この5つか4つのコンソールの中、正解を引いたら防衛対象の声が聞こえて、その中にいるよ、制限時間内にやってねみたいなステージなので、結構こう慌てるんですよね。なのでコンソールいじってる間には姿消せる方がいいし、まあアイバラに関してはトグル式なので、3番のねこの、プロールってやつが、なので自分で解除するかエネルギーが枯渇しない限りはこれ、自分の姿を見せることはないので、セントリーガンの攻撃も回避しながら、さらにはね2番の自動ハッキングのやつで、自分でぐる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 何やねんどうすんだこれっていうパニック状態にならず、まずアビリティ発動、自動ハッキング、はい違う次っていうことが完全にできちゃうスタイルだったので、まあ非常に、理にかなってるスタイルだったかなとは思います。で効果時間をね伸ばしておけば、ね、1番の姿を消すやつが、ドーム時間なので24秒姿を消せるので、姿を消したり、この2本を使ってね、まあいい感じで敵を倒したり殲滅したり混乱させたり、有利な立場をこう作っていったという感じですね。なので効果時間伸ばすためにオーガメッセージ、プライムドコンティニティ、コンスティテューションつけてますね。で範囲もそこそこあるとちょっといいので、あ眠らせる時用ですね。
で、ストレッチつけてますね。で、インフィルトレイト、まあレーザーバリアうんぬんって話ではないんですけれども、これをつけることで移動速度が 25% アップするので、まあつけてもいいって感じですね。で、ストリームラインもつけて、効率を上げております。で、フローもついているのでエネルギー容量も高いと。で、エネルギーサイフォンをつけてエネルギーはガンガンね、あの移動中でも回復できるようにしてたので、まあそこまで枯渇はしなかったと。で、スピードドリフトでダッシュ速度とアビリティ発動速度が上がっているよという感じになってます。はい、オクタビアに関してなんですが、オクタビアはね、ちょっとあんまり、なんつうんだろう、こう今回のラプター仕様に整えましたっていうよりは、もともとこうなんかついてたものをそのまま持っていったぐらいな感じなので、完全にねこれがベストってわけではないんですが、まあ一応これでも勝てると、見越してたので、全然あの調整はしてないんですが、運用方法が結構重要な感じですね、ラプターに関しては。まずね、3番のこのメトロノームで姿を消しておけば、まあラプターの攻撃もザコの攻撃もこっちに飛んでくることはないので、まあそこは網羅しておきたいかなという感じで、まあそれを姿を消した前提でマレット1番巻いてダメージ反射、今ちょっと威力が 109%、 今範囲重視になってるんで、この元がね、まあでも一応これでも勝てるんで、威力重視に再調整はしなかったっていうことでね。で、まあ一応これ威力が高いに越したことはないです。なので、まあこの状態では 2.73 倍みたいな感じなんですが、4番の AMP をね放てばその範囲が2倍になるので、まああのラプターの戦場の全域はほぼ、マレットにみんな攻撃を誘われてたかなという感じではありますね。まあポジティブに考えるんだったら、ラプターがどこいても、ダメージ反射を起こせたという感じ。まあ姿消しながら自分も手伝ってバザープライム打ちゃいいやって思ってたので、まあこういう感じになってますね。まあとにかくラプターはね、かなりオクタビアは推奨フレームなので、姿を消しながらマレット巻いてダメージ反射して、でさらには、AMP を巻いてダメージ増加も増やしつつ、まあ着実に、クリアを目指していくという感じですね。まあ今オーバーエクステンドとか、いろいろついてますが、まあこれはね外しちゃって、威力系のね、まあトランジェントフォージとでもブラインドレイジでもいいですけれども、まあ威力、アビリティ力がとりあえず上がるようなモッドがついていると、まあそれはそれでもっとスピーディーにね倒すことができるのかなという感じです。で、今回使っていたバザープライムに関してなんですが、まあ全然フォーマ育成も兼ねて今回持っていきましたが、まあ一応結構ね、クリ率クリバイ率も高く、まあ状態以上上げてもいいのかなとも思うんですけれども、非常にね、強い武器であることには変わりないと思うので、まあ結構いろいろ試しながらやっているって感じですね。まあ感染ダメージがやたら強いなと思うのはやっぱどの武器でもそうなんですけれども、近接武器に関してはビトリカ持ってってたんですけれども、これは別に有効無効とかそういうの関係なく、ただ持っていきたいっていうだけで持っていっただけなんですが、まあ隠密行動してたのもあって、かなり敵にも通用してましたね。アイバラ持たせた時もそうだし、オクタビア持たせた時もそうだし、本当にレベル60とか70代が全然差がないぐらいの殲滅力を誇っていたので非常に強いですね。はい、でコンディションオーバーロード、ブラッドラッシュ、オーガンシャッター、サクリファイススティール、バーサーカー、ドリフトコンタクト、フェーバーストライクで、まあ、ビショーズフロストという感じですね。まあもっとフォーマーさせばね、もっといろんな使い方できるんですけれども、まあバーサーカーだけじゃね、振りの速度遅いなと思う人は、クイッキニングとかいろいろと入れるともっとね、いいんじゃないかなと。フューリーとかね、複合でいろいろと一緒にこんな効果も上がるよみたいな内容があると、より一層ちょっと使いやすくなるのかなってちょっと個人的には思ってたりしますね。はい、というわけでお送りしたのはハビネスワークのハビネスでした。また次回の想定ミッションもお楽しみよ。さよなら。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画は面白かった、参考になったという方はぜひ評価ボタンや感想コメントよろしくお願いいたします。私もねできる限りソーティーはやっていきたいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録等もよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。